お疲れ様です。ムービンです。今回もその恋暫定につきのゲーム実況やっていきましょう。前回のパートは、とうとうね、柳川くんの左手の秘密ですね。なんで、動かなくなってしまったのかという、過去のことが分かりました。どうやらね、役員、和子さんはですね、名前読み方わかんないな、ちょっと難しいお名前の方が、まあ、本物の正体だということが分かりましてですね、昔実は和子さんと会ってたと。でその時に和子さんを守るために左手を犠牲にしてしまったんだよというのが前回のパートでした。はい。柳川くんはね、それで怒るのかと思いきやね、その子が生きていたことすらなんか夢のようにあまり覚えていないと。というか、周りがね、その事件を表沙汰にしなかったので、本当にあんな子いたんだっけみたいな感じになっちゃったんで、まあ、その子が生きていたという事実だけでも、ね、柳川くんは満足したんだよっていうのが前回ですね。はい、長く長と喋っちゃいました。昨日めちゃめちゃ、昨日じゃないか、前回か。前回ね、めちゃめちゃテンション上がっちゃいまして、今日はですね、日付を変えて収録しております。はい。クールダウンしましたんで。はい、というわけで9話やっていきましょう。役員和子さん、俺にはもう後悔はない。左手のことも剣道のことも、なぜならこの子を守れたことが分かったのだからというパートです。やっていきましょう。はい。ここからだと市内が一望できるな。めちゃめちゃ学校も見える。めちゃめちゃ笑ってるやん、和子さん。幸せそうな顔しよって。そうですね、この景色を一緒に見れるなんてな。約束してましたからね、もともとね。前回のパートの過去編で、まあそのあそこに行ってみないかみたいな話ありましたからね。こうして会えたのも、この町に役員を引きつけるだけの力があったからかもしれないな。柳川くんめちゃめちゃ嬉しそうに喋るじゃん。よくそんな恥ずかしいこと言えますね。いや、恋愛関係っていうより好きではあるのかな。役員さんは好きではあるんだけど、どっちかというと罪の意識の方が強いのかな、役員さん。どうなんでしょう。その通りだな。なあ、教えてくれ。どうしてこのタイミングなんだ。柳川くん先日の天神さんとの会話忘れちゃったんですかね。そういう、なんでしょうね、この家系について区切りみたいのがあるらしいですよ。隠しておきたい気持ちはよくわかる。俺がそうだからな。だからこそなぜ今打ち明ける気になったのか知りたい。まあ多分家柄のことだろうね。あとまあ柳川くんが結構話したいって強く切り出してくれたからってのもあんのかな。何を言っても怒らないですか。何、怒りそうなことなの。ああ、怒らない。教えてくれよ。柳川くんは怒らなさそうだね。柳川先輩の左手がまた使えなくなったからです。ああ、治ったならいっかみたいに思っちゃったってこと。正直どういう、治ったなら言う必要ないかなとか、まあいいかなみたいなこと。話は一学期に遡ります。どうでしょう、聞いていきましょう。柳川先輩を見つけた時、また武道をしていました。後遺症のことを知っていたので、てっきりやめてしまったと思っていました。うん、そうだよね。なんか左手使えないって、利き手が使えないってなったら、剣道きついよなってなるよね。薙刀を楽しそうにする姿を見ていると、私も荷が軽くなったように感じました。あ、罪の意識が若干薄れたわけね。いざ話しかけたら、私のことを忘れていました。かなりショックでした。それはそうだ。後に私の格好のせいだと分かったんですが。でも髪の色変わっただけなんだよな。あ、まあでも私もう前回前々回のパートから髪変わった友人を私は思い出すことができなかった私がいるので、私は柳川くんのことを怒れません。はい。すまんマジで全然結びつかなかったんだ。見た目も違うし、こんなところにいるとは思わないだろう。まあ、隣県、その時もなんかいいお家柄だみたいな話もあったし、この町に住んでるとも話してなかったから、なんだろう、結びつかなかったっていうのが多分一番答えなんだろうね。なんかその人なんだろうなっていう予想すら立たなかったんじゃないかな。それでも声とか目元とかで気づいてほしい。そりゃそう思うよな、まこちゃん。ごめんねって感じですね。会長が言ってた通り、俺はちゃんと役員と向き合うべきだった。もっといろいろな引き出しから答えを探すべきでしたね、穴川くんね。伝えるべきか何度も何度も悩みました。でも過去を持ち出して柳川先輩の今を壊したくはありませんでした。あーな、引っかき回すのはそれは違うかなみたいな、自分がそのこれは本当のことだったんだよ、あの時の私なんだよみたいな風に
いうことで、生活が変わってしまう可能性があるかなって思ったのか。そうこうしているうちに、柳川先輩の左手は元通り、なるほどね、小澄先輩と付き合いハッピーエンド。じゃあちょっと言わんくてもいいんじゃねえのと、つか言わない方が柳川先輩のためなんじゃねえのと思ったわけですね、和子ちゃんは。喜ぶべきはずなのに。ああ、好きなんだろうな。とても胸が苦しくて、私は謝りも償いもしていない。そっちか、でも偉いな。なのに全部終わって、まるで私のことなんて何もなかったみたいに。役員。そんな時、柳川先輩の左手がまた使えなくなった。それを知ってチャンスだって思っている自分に気づいたんです。あれやな、罪悪感とともに自分という存在が柳川先輩の中から消えていることが相当ショックだったんだろうね。だ、伝えることで柳川くんの生活が変わってしまうことも嫌だったけど、自分のことを思い出す機会がなくなっちゃっていることもそれはそれで嫌だったんだろうな。それが、ずるいのか卑しいという考え方に帰着するのかもしれないけれども、私はそのこの子の精神状況に寄り添いたいと思います。はい。そんなことを考えてる私が本当に本当に嫌。もうぐちゃぐちゃでどうしようもなくなって。そうだよね、ずるいって思うよな、自分でもな。相手にとって不幸なことが自分にとってチャンスだから美味しいってちょっとでも考えてる自分嫌だもんな。柳川先輩、私は柳川先輩が、柳川先輩が、柳川先輩が。長川先輩、助けて。これからどうするべきか、二人で一緒に考えよう。柳川先輩。柳川くんかっこいいな。役員が泣き止むまで俺らは、暮れゆく街並みを見渡し続けた。いやー、いい、辛いもの抱えてますね。お互い辛いものを抱えてますね。おっと、あ、デートしちゃうんですか。あ、いいんですかね。あはっつってね。彼女がいるから大胆な行動取れないんじゃねえのとも思いつつも、いいんですかね。お昼休みデート、会長が役員に神社掃除を依頼、役員にはまだ聞いておきたいことがあった、俺にも何か手伝わせてくれということですね。この時間軸だと多分まだクリアしていないはずなので、あれですよね。え、待って、ちょっとテキストのやつびっくりしたんですけど、その前にまだ多分川端さんを助けてないので、この多分神社は結構重要なものなんですよ。別に川端さんが助かって以降これをぶっ壊していいっていう理由ではないんだけど、だから多分定期的に清掃をする必要が多分あって、頼んでるんだろうね、会長さんはって私は思いましたけど。で、役員さんは黒髪で登校するようになったんですね。役員は黒髪姿で登校するようになった。柏宮和子様が、藤子に通っている。そんな噂が広まるのは時間の問題だった。そうね、金髪だと気づかないけど、黒髪だと結構バリバリそのまんまやんってなんのかね。パーカーもしないのかな、今は。役員が会長から神社掃除を頼まれたらしく、俺も手伝うことにした。さすがに一人では大変だろう。なあ、いろいろ聞いていいか。これから掃除するのに巫女服なの？一応神社だから。何ですか？おい、役員ってどうやってうちの高校入ったんだよ。家柄の力じゃない、もうマネーイズパワーでは。普通に受験ですよ。頭はいいんで。あ、結構頭いいんだここ。裏口と思ってます。進学校って聞いたよね。いや違くて、どんな風に。あ、そっちか。親を説得したんだよ。なんでそこに通うんだとか言われんのかな。でも頭いいんでしょ、ここ進学校だからここに行きたいって言われたら別にまあいいんじゃないの、親的にも。私を知らない。おお、なんだ行きたいってお願いしたんです。いや、テキストが。親も中学校でのトラブルや事件を知っているので。テキストがブローって一緒になったように見えたけど、あれかな、まあ、PC 版でダウンロードして使ってるので、ちょっと私の PC の調子が悪いと多分ここの動機とかがうまくいかなかったのかな。私の PC 最近調子悪いんですよ。
そうね、知らない高校に行きたいと。ああ、そうね、過去のトラブルとかがあったので、できる限り、なんか自分の存在を全く知らないようなとか、この人、なんだろう、樫宮和子様に関しての情報をあんまり持ってない人たちが多く住む、あの隣町に行きたいって感じかな。そんな大変だったのか。にしても、誘拐犯の高校には絶対通わせないだろう。名前くらい調べりゃすぐわかる。そういやそうだったわ、柳川くん誘拐犯だった。やばいね。それがですね、え、取り寄せた生徒名簿に先輩の名前がなかったんです。なんで先輩の名前がないならなおさら役員さんなんで来たんだこの学校に。え、じゃあさ、柳川くんがさ、この学校にいることを知ってて役員さん来たわけじゃないってこと？は？見間違いじゃ。それ何、会長の差し金なのってことは。そういうお気楽なオチならいいんでしょうが。学校側のミスか、それとも。まさか会長仕向けた。会長どこまで知ってんの。役員の事情を知っていて意図して書き換えた人物がいるとかな。まあ私レベルになると学校ホームページの部活写真から先輩の姿を確認できたんですけどね。ああ、そんな感じで出てるんだ。ストーカーかよ、怖っ。県内にいくつの高校部活があると思ってんだ。剣道部のままだったらわかるが。確かに剣道部でフィルタリングするなら、まあ、剣道部がない高校とかもきっとありますんで、そういう選択、サーチの仕方があると思うんですけど、あのなぎなた部に入ってる柳川くんを見つけて、え、みっけみたいな、名簿に書いてないけどいるやんみたいになるのはちょっとストーカー色強いね。でもわざわざ護衛や送迎のコストを払ってまで県外の公立校に行かせるか。ああ、親的にって話。それ結局だからさ、あの役員さんが好きだからさ、そこは役員さんが柳川くんのこと好きだから、それはさ頑張ったんじゃねえん。わかんないけど。親と約束したんです。どういう約束ですか。なんて。私を高校3年間だけ好きにさせてって。え、その後じゃあ家柄の道具になっちゃうってこと。え、いやじゃないそれ。私高校卒業したら両親に全部従って東京に嫁ぐんです。だからあの何、新聞の話があったのか。だからここでの高校生活を一生の思い出にするんです。その後の生活は全部あれなの、なんだろう、自分の自由が利かないことを肯定しちゃうの。役員、それが家柄ってもんなのか。昼休み終わりますよ、着替えるので先に行っててください。役員は俺に会うため富士校に来た。そしてここでの高校生活を一生のものにすると言っている。ちょっと前の天神や姪の浜の言葉を借りれば運命の相手というやつになるのだろうか。だが一方で俺は役員と出会わなければ左手が使えなくは、左手が使えなくならなければコスミと付き合うことはおろか、出会ってすらいないと考えると皮肉に感じる。あー、なるほどね。左手が使えなくなったからこそ薙刀に行った自分がいるから、その結局過去の苦い思い出も今の自分を形成する一つなんだよっていうことですね。はい、大事なことですね。まあ、失敗も辛い過去も全部自分なんだよってことですね。教室に帰ると、あ、途中に、大野城会長、ん、大野城先輩か、大野城先輩を見つけた。俺はどうしても聞きたいことがあった。大野城先輩。ここ会長呼びじゃないんだ。どうしたの柳川くん、そんなに難しそうな顔をして。悩んでおります、いろいろと。役員と話しました。大野城先輩、全部知ってて。ごめんね柳川くん、今とっても忙しいの。また今度お話ししましょう。校内の防犯状況を調べて回っているの。なになになに、え、役員さんの正体がバレたからな、なんか来そうってこと。そんなこともしないといけないんです。やばそうな展開か。最近何かと物騒だからね。不審な車の目撃情報とかもあって。あ、そうだ、柳川くんが不審者ならどうやって侵入する。バレちゃったからかな。わぐれちゃったってか、黒髪に変えちゃったからかな。え、どうする柳川くん、どうするかな。私だったらどうするかな。どうやって侵入する。兄弟か親か関係者のふりをする。私だったらだいぶ物騒ですね。なるほどね、頭いいな。解体業者に紛れるとか。うん、解体業者に紛れる、頭いいな。教室と西階段からどこでも行けます。渡り廊下も使えますし。あ、そういう結構侵入経路として緩い部分もあるんだ。西階段は楽なんだね。さすが柳川くん、たけてる。なんで
長けてる。人の特技を不法侵入にしないでください。特技なの？特技なんだ。なんか人があまりいないとこ行くの得意なのかな、柳川くんって。別にね、菊ヶ丘くんと喋ったりしてるからさ、ぼっち感ないけどな。でも最近本当に物騒だから、柳川くんも十分気をつけてね。また似たような展開になるんか、また似たような展開になるんかな。ああ、気をつけます。また幾度季節が流れても役員さんのことを守ってあげてほしいな、柳川くんには。誰がいつどんな目的で襲われるか。いや怖えこと言うなよ。いや怖えこと言うなよ。ちょっと喋り終わる前にいつもさ、ちゃんとコメントしようと思ってんのにさ、怖すぎてちょっと挟んじゃったわ。ごめん大野城会長さん。いや終わったし、いや怖いわマジで。17分微妙な時間帯だな。次のストーリーが長かったらどうしようって感じだよね。え、やだーやだーやだ。オカマかな、これだけやるか。第11話、樫の宮はこの資格。誰がいつどんな目的で襲われるかわからない。会長の言葉がまさかこんなすぐに、現実となるなんて。やっていくか。やるか。